ガードマンとの勝負で3バース目の顔接近で爆笑しました。どういう意図でしたか？いや、もうだってあれはもう3本目で、3本目の先行だったからさ。もう言い返せないじゃん。あいつが言ってることで、いや、それ違うよって思っても俺言い返せないから、それをこう顔でね、表現して。何言ってんのお前っていうのをこう顔で表現したっていうね。バトルタワーの時もやったと思うけど、あんだけね、延長まで含めて、あんだけ、その YouTube、YouTuber かどうかとか、ラッパーとは YouTuber とはみたいな話をあんだけしてんのに、延長の3本目でまだ言ってたから、こいつ全然伝わんないんだなと思ってね、やりましたけどね。あれは別にルール的に全然ありですからね。しかもめちゃめちゃうろたえてったもんね。クールも熱くなったで、みたいなね。あれを熱いと取るんだって感じがありましたけど。まあまあ面白かったですよね。